14日午前8時42分ごろ、韓国大田にあるハンファグループの工場で爆発事故が発生。死傷者が出ている。この事故で、現場の作業員と推定される20代から30代の3人が死亡、1人が負傷し近隣の病院へ搬送された。事故当時、爆発音とともに黒い煙が上がったという。 通報を受けた消防当局はこの日、爆発事故の原因を、ロケット推進剤の燃料爆発と推定し、詳しい調査を進めている。